ドンピアです。今回ですね、千葉県にあるダイヤモンドヘッドというキャンプ場に来ております。こちらテントが常設されているキャンプ場になりまして、なのでテントが自分でこう立てるというよりかは、すでに立ってあるこうグランピングみたいな感じですね。食材とかは自分らで持ってきて自由に料理したりと。でテントを立てる必要がないんで、初心者の方でも上級者の方でも利用されている、そんな素敵なキャンプ場です。で一周していろいろ見させてもらったんですけど、とにかく施設が綺麗だし、なんか一つ一つおしゃれでこだわりがあってすごい素敵ですね。ちょっといろいろお伝えできればと思います。ピーアチャンネルなんですが、関東圏のキャンプ場をメインにしているチャンネルになりまして、過去にですね、おすすめキャンプ場10選とか、買ってよかったキャンプ道具10選とか、簡単で美味しいキャンプ飯10選とか、なんかそういう感じで、キャンプの魅力を発信しているチャンネルになります。よろしければですね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。あとですね、ピーアのキャンプというブログも開設しておりまして、そちらでは、キャンプ場を簡単に探せるようになってます。例えば、ソロ向きとか、プライベート感が高いとか、景色がいいとか、そういう感じで、自分の好みに合わせてタグで検索できるようになってますので、関東圏住まいのですねキャンパーの方はぜひですねご活用いただきたいと思ってます。はい、それではですね一周ぐるっと回っていきたいと思います。で常設されているテントが 1,2,3,4 つかな、4つほどありまして、どれもですね、あれ1つ目なんですけど、すごいおしゃれですよね。4名かな、4名用っておっしゃられてましたね。でいろいろ、こちらがドッグランですね。ドッグスペースで、こちらがちょっと登ってみましょうか。これおっとよいしょ、こんな感じで、ここでこう座ったりもできますし、であそこにライトがあると思うんですけど、あのライトが光ることによって、ちょっと今説明しますね。あのライトが夜点灯することによって、この木のこの隙間あるじゃないですか、こっから何とも言えないムードを作ってくれるらしいんですね。なんか想像しただけでも、ここのから光が出てくるだけでも、ちょっとこう大規模なランタンみたいな感じで、とても綺麗になると思います。でここからですね、テントを利用できて、ちょっと中見てみましょうか。失礼します。ちょっといろいろ見ていようと思います。こんな感じで、こちらはこんな感じで、マットと寝袋になってます。とても綺麗です。中も清掃がめちゃくちゃ行き届いてきます。4名用ということで、で冷蔵庫とか、ゴミ箱とか食器棚とか、こう食事とかバーベキューとかできるスペースが整ってます。このように雨にも強いですね。こう天井もついてるんで、これランプとかもおしゃれですよね。ウィーバーでね、はい、こんな感じで素敵ですよね。でここからこれをこう外したりすると、天気いい日とかね、ここからあそこの光とかも見えて、すごい素敵だと思います。こんな感じで、トイレとか風呂、お風呂とかね、シャワーもすごい施設が綺麗だったんで、めちゃくちゃいいですね。プールとかもあるから、子供が、子連れの方もすごい楽しめると思います。で、これがなんか池、川みたいな、小川みたいなのがあるじゃないですか。で、これがですね、これだけでもちょっと素敵なんですけど、この川がトンネルになってて、一番奥のグランピングサイトにつながってるみたいなんですけど、めちゃくちゃそれが雰囲気よくて素敵でした。後でご紹介します。こちら水地場、めちゃくちゃ綺麗です。こちら今中央のところにいます。これは今作ってる途中みたいなんですけど、バーじゃないですけど、なんかちょっとバーっぽくしたいなっていう話でした。でキッチンカーとかもここに入れて、ここ飲んだり
ちょっとし食べたりとか、そういうこともできたらいいなっていう話でした。で、ここはプールなんですけど、ここが、見えますかね、ライト。ちっちゃいライトみたいなのがついてて、で、実はこうテントじゃなくて、プールの中もライトアップされるようになってるみたいなんですよ。夜はちょっとこうナイトプールみたいな感じの雰囲気になるみたいなんで、すごいおしゃれですよね。で、一つ一つこのランプとか、この上のランプとか、ここのランプとかがすごいおしゃれで素敵です。楽しみですね、できるのも。で、こっちが池みたいのがあるんですけど、自作の池みたいなんですけど、ちゃんと生物とか、オタマジャクシとかで、夏はなんかホタルとかもたまに出るみたいです。すごいですよね。で、これテントです。テントの中もですね、めちゃくちゃ綺麗なんで、すごい。こんな感じで炊事場が、テントに炊事場がついていて、こうバーベキュースペースもあって、これライトアップされるとすごい夜も綺麗で、めちゃくちゃいいです。で、シャワーとかお風呂とかもついてる。お客さんがいらっしゃいますね。で、一つ一つのテントにああいうくつろげるスペースみたいなのがついてるんで、かなりゆったりと過ごせると思います。奥の方も見ていきたいと思います。お、晴れてきた。で、こっちのこう景色がすごいんですよね。好きなんですよ。こう木に覆われていて、で、あの竹林みたいなのもあって、景観が素晴らしいですね。すごい素敵で綺麗ですね。こんな感じのスペースです。こんにちは。あ、こんにちは。ちょっと雰囲気だけ垂らしてて、よろしくお願いします。ここが夜がライトアップしてすごい綺麗になるんで、また夜もね、ちょっ と撮れたらいいなと思いますけど、すごい綺麗です。で、こちらが、バスルームなんですけど、これすごいですよね。バスタブがあって、トイレ、これがウォシュレット付きでめちゃくちゃ綺麗なんですよ。すごい清潔感が、清掃がすごい行き届いてます。シャワールームがこっちか。あ、これ違うか。で、炊事場があって、で、こちらがテントが一つと奥にもう一つあって、で、5名以上だったら、あの土日、混雑時は違うんですけど、5名以上だったら、2つテント使えるみたいですね。で、そのテントとテントの間に炊事場じゃなくて食事スペースもあって、そこにはピザ窯とかもあって、すごいおしゃれなんです。ちょっと簡単ですが、ちょっと中見ていきたいと思います。ちょっとお客さんいるんであんまり撮れないんですけど、こんな感じで、これすごい綺麗になります、夜。で、ここはさっき言ってたトンネルのつながってるこの川ですね。で、川があって、で、こちらが一番奥のテントですね。で、こちらの中もちょっと拝見させていただきますか。すごい綺麗。これやばくないですか、これ。めちゃくちゃ綺麗ですよね。こんな感じで、もうホテルですよ。こんな感じ。
からで、こっちもこういうロケーション、こう木にこのように囲まれててすごい素敵です。でこちらがトイレですね。トイレは全部綺麗です。これがこちらがシャワールームだと思うんですが、こんな感じで見えるか、こんな感じです。すごい広々としてて綺麗です。はい、あ、こんにちは。失礼します。失礼します。あ、こんにちは。夜も綺麗ですか。すごいですね。燻製いいですね。こんな感じです。中がすごいこう切って、あ、いいですか、すみません、お邪魔します。少しだけちょっと、あ、いい、とんでもないです。いいですね、すごい。あ、初めてなんですか。すごい。あ、はい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 、あー、じゃあ設営から入るんですけど、はい、設営がやってるのに、なるほど、何もやること考えてなくて、はい、はい、はい、やることがもう揃っちゃってるからってことですよね。はい、普段も机とかも組み立てて、あ、そうですよね。はい、僕もいつもそういう感じのキャンプばかりしてるんで、なかなかこう揃ってるところっていうのがあんまりいかないんでだからこそちょっとこういつもやらない燻製とかもやりたくなっちゃいますよね、はい、そうですよね設営しまず先に汗だくになる作業、そうですよね。特に千葉とかだと標高も低いから夏も暑いんで、設営だけでも汗びっちょびちょになっちゃうんですけどこんだけ揃ってて施設も充実してるとやることが確かに、へえ。だから火くべるの早いけど、はい確かに最初から何もしない時間みたいな、はい、あ、そうですよね。そう、早速もう引いたりと思う。確かに冷蔵庫もあるんですもんね。へえ、すごい。あ、そうですよね、全然持ち物いらないですよね。すごいな。ピザ窯もあるっていうのはなかなかですね。これはそうですね、初めてですね。僕もいろいろ見てますけど、はい、生地持ってくればよかったね。ああ、はい。こんなんないですからね、本当は。はい。焼いてないピザとか持ってきたら最高だもんね。そうですね、焼いてないピザとか持ってきて焼くだけですからね、楽ですよね。すごいな。はい。それこそ大人数だったら楽しいと思いますよ。我々胃袋もちっちゃいんで。あんま食べない。ピザの前にピザこんなでかいもん。確かに。2切れぐらいでいいですからね。確かに確かに。大人数で2テントとかでやったら楽しいでしょうね。はい。はい。はい。すごいな。いいです。すいません。ちょっとごゆっくり楽しんでください。ありがとうございます。失礼します。すごい素敵だ。夏場はやっぱりその暑くなって設営だけで汗びっちゃびちゃになるっていう気持ちはすごいわかるんですよ。僕もやっぱそうなんで、どうしても標高高いあのエリアの方行っちゃったりとかするんですけど、このように夏でももうテントが常設されてるだけで、なんていうんですかね、汗だくになる作業が減るので、今のキャンパーさんみたいにいつもテント設営から始めてるけど、逆にもうやることがなくて何したらいいんだろうっていう感じになってましたけど、でもその分あの楽しめる時間が増えるんで、それもまたいいんじゃないかなと思いますけど、はい。これでですね、ぐるっと一周回ってみました。やっぱりですね、一つ一ついいなと思った感想なんですけど、一つ一つの施設がちゃんと清掃もされていて、あとちょっとこだわりもやっぱあるんですよね。そのこだわりのセンスがやっぱすごいいいですよね。壁がちょっと白基調であったりとか、あとその白にあのウッド、あの木が基調で全て統一感があったりとか、
っていうのと、プラスこのロケーションですよね。この自然に囲まれたこの空間、やっぱこの空間っていうのは唯一無二なんじゃないかなと思いました。特にあっちですよね。個人的にはあっちの雰囲気が好きですね。川が流れてて、竹やぶがあって、でそれにこうちょっとこうグランピングっぽい感じの、なんて言うんでしょう、ライトアップがすごいおしゃれで、夜はすごい素敵なんじゃないかなと思いました。なので、テントを持ってない初心者の方でも、テント設営を楽したい上級者の方でも、楽しめる、そんな素敵なキャンプ場でした。はい、以上でご案内を終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。